イスラエル空軍第110飛行隊は、イスラエル航空宇宙軍の飛行隊である。別名として、ナイツ・オブ・ザ・ノースとも呼ばれる。第110飛行隊は、1953年に、約20機のデハビランドモスキート FB6 及び少数のデハビランドモスキート T3 を装備する戦闘機部隊として、1951年に編成された第109飛行隊に続いて、 初オール空軍基地に編成された。両飛行隊のモスキート FB6 は銀色に、T3 は黄色に塗装されており、第110飛行隊のモスキートのスピナー及びラダーは黒色に塗装されていた。1955年にはイギリス海軍から放出された14機のデハビランドモスキート TR-33 が配備された。またこの頃からモスキートにダークブルー、 ブラウンの2色の明細塗装が施されるようになった。1956年の第2次中東戦争の時点では、モスキートは旧式化しつつあったが、第110飛行隊は、モスキートでエジプト軍と戦う地上部隊への近接航空支援を行った。1957年から1958年にかけてモスキートは退役し、代わって、 フランス製の総発ジェット戦闘機である、ボートゥール・イーアと、その福沢攻撃機型である、ボートゥール・ IIB を装備する飛行隊となり、ラマト・ダビド空軍基地を拠点とするようになった。1963年からは、第119飛行隊から、福沢や艦戦闘機型のボートゥール・インを移管され、運用を行った。また、これに先立つ1962年には、 第117飛行隊から10機程度のグロスター、ミーティア T7 を移管され、練習機あるいは標的栄光機として運用された。さらに、1964年には、第107飛行隊から、戦闘機型のグロスターミーティア開発及び、写真偵察機型のグロスターミーティア FR-9 が移管された。1967年の第三次中東戦争では、 ボートゥールイーア及びイーンが実戦投入され、初日に1機がシリア上空で撃墜されたが、翌日にはボートゥールがイラク軍のハンター戦闘機を撃墜した。1970年から1971年にかけてボートゥール及びミーティアが退役し、代わって A-4H スカイホーク攻撃機を装備する飛行隊となった。1973年の 第四次中東戦争では、イスラエル空軍機に対する防空網により損害を受けたが、アメリカ合衆国から供与された A-4E を補充され、1977年頃には A-4N に更新された。1981年になると、第1 1飛行隊の A-4N スカイホークは、第102飛行隊、第115飛行隊に移管され、これに代わって、 新型の F-16A、B ネッツ戦闘機が配備され、第110飛行隊は、第117飛行隊に続いて、イスラエル空軍,軍で、回 -16A、B を運用する2番目の飛行隊となり、回 -4 戦闘機で7機撃墜の記録を持つ、エースパイロットのアミルナフミが、飛行隊長となった。1981年6月7日には、 第110飛行隊の4機の F-16 と飛行隊長ナフミを含む4人のパイロットが、第117飛行隊の4機の F-16、第133飛行隊の6機の F-15 と、共にイラクの原子炉への攻撃作戦に参加した。バビロン作戦から数週間後の7月14日、レバノン上空で作戦を行っていた。 イスラエル空軍の A-4 の迎撃を試みた、シリア空軍のミグ -21 と A-4 の護衛を行っていた第110飛行隊所属機との間で空中戦が発生した。この戦闘で第110飛行隊長のナフミがミグ -21 を一気撃墜し、これが F-16 の空中戦での世界初の撃墜記録となった。 1982年の第一次レバノン戦争、イスラエルでの作戦名がアリラヤの平和作戦では、第110飛行隊は、合計23機のシリア空軍機を撃墜した。飛行隊長のナフミはこのうち6機を撃墜しており、合計14機を撃墜したイスラエル、空軍トップエースの一人となった。1987年頃には、第1 1飛行隊の F-16A、B は、 新型の F-16C ブロック30バラクに更新され、回 -16A、B の運用開始時と同様、第117飛行隊に続いて、イスラエル空軍で2番目の F-16C を運用する飛行隊となった。第110飛行隊が運用していた回 -16A、B は、同じく運用機種を回 -16C ブロック30に更新していた。 第117飛行隊の F-16A、B と共に、第140飛行隊及び、第253飛行隊に移管された。1991年には1機の複雑型ス -16D ブロック30ブラキットも追加配備されている。2017年2月の終わりに、第110飛行隊は活動停止し、第110飛行隊が運用していた回 -16C、16 C D は、それまで、イマナス -16A を運用していた、アグレッサー部隊である、第115飛行隊に移管された。ありがとうございます。